はい、本日のこちらでございます。森永濃密ギリシャヨーグルトパルテノでございます。加湿グラッセソース付き3倍濃縮と書いております。発酵乳酸 80g、はい、加湿といえば黒すぐりですかね、はい、こういう風にソースがついております。なんかアレルギー、アトピーかなんかにもいいらしいので最近食べ始めたんですが、まあなんか調子がなかなかいいですね。ちょっとびっくりです、私。はい、こんな感じですね。やっぱヨーグルトってギリシャなんですかね、よくわかんないですけど、うん、調子がいいと言ってもこういう風に荒れてますけどね。でも今軍手そうで、軍手そうだよ、ボランティアで、うん、あれ荒れたな。どうですか。じゃん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 、おほほ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 、食べてみたいと思います。ちょうだいそれ、でかい、これ薬やけど、薬と思って食べよう。バセリンも一つでも書いてたな、今日なんかどっか学会が発表したよ、バセリンがアトピーに効くで。バセリンやろ。いや、バセリン、どっちもいい。バセリン、日本でバセリンって言うよ。アメリカでバセリンって言う。買うとったよ。ほうほうほうと思って。アメリカがなんか、あれ、ヤフーのトップに乗っとったよ。うまそうやな、それ。うまそうじゃない。うまい。何？カシスのソース。なんか血みたいなな、これ。うん。はい、うまいっす。美味しいと思いまーす。イライラする。俺の動画みたいな。うんざい。なぁ、人気なんやか、あいつ。はい、というわけで、森永パルテノギリシャヨーグルトでした。皆さんも買ってみてね。じゃあねー。